こんにちは、クリッカーツッキーです。アブダビ GP デビューしちゃいました。早いもので2018年も残りわずか。振り返ってみると今年も F1 をはじめレースを見に様々なサーキットに行きました。ほぼ月1ペース。中でも一番思い出に残るのが憧れだった F1 アブダビ GP に行ったことです。ということで今回は F1 女子的アブダビ GP 観戦記をお届けします。いつかアブダビ GP に行ってみたい、いや来シーズン絶対に行くという方のお役に立てたら幸いです。アブダビ GP に行くまで、2009年に開催され今年で10回目となったアブダビ GP はアラブ首長国連邦の首長国アブダビのヤス島にあるヤスマリーナサーキットで行われ、欧州でのテレビ放送時間の調整と炎天下での観戦を避けるためレース開始は日没直前、その後は夜間の照明の下を走る全21戦中唯一のトワイライトレースです。海外 GP に行くとき、まず考えるのがツアーで行くのか、それとも個人手配で行くか。初めて行く土地&英語が通じるか不安で最初はツアーも考えましたが、調べる過程も楽しいので思い切って個人手配にしました。 F1 大好きな両親と一緒に行ったため、サーキットまで徒歩約15分のホテルに宿泊。道が明るく人もたくさん歩いていて怖くないし快適な毎日でした。ちなみに心配していた言語ですが、ほとんどの道路表示やレストランのメニューはアラビア語と英語で表記されていたので不自由なく過ごせましたよ。現地の人との会話も英語で OK。 アブダビへは成田空港から直行便が飛んでおり、火曜の夜に日本を出発し水曜日の深夜現地時間に到着。海外観戦で何が一番かかるかといったら交通費ですが、今回はここが他の国に比べて安く済んだので助かりました。航空会社はエティハド航空。機内に乗り込み座席に座るとスクリーンが F1 仕様になっていて、現地に着く前からテンションが上がりなかなか寝つけませんでした。初めてのヤスマリーナサーキットにただただ感動。初めて訪れたヤスマリーナサーキットで驚いたのは充実した休憩スペース。もちろんどのサーキットにも休憩スペースはありますが、大体は簡易的な椅子とテーブルのみ。でもここにはゆっくりくつろげるソファーや車をモチーフとした可愛いものまであり、サイン会やセッションが始まるまでの待ち時間も優雅に過ごせ、まるでリゾート地に来ているような気分になりました。そして無料でマッサージ、ネイル、ヘアアレンジ、メイクをしてくれるビューティーコーナーもあってびっくり。せっかくなのでヘアアレンジをしてもらったのですが、誰これというくらい別人に大変身しちゃいました。またすぐ隣にはタトゥーシールを貼ってくれるスペースもあり、無料、女子力アップできて大満足。日本 GP 同様、木曜日にはピットウォークがあるのですが、アブダビ GP のピットウォークは11時から16時15分と長時間なので、人が分散し各チームのマシンをゆっくり見ることができました。個人的に感動したのがヤスマリーナサーキット名物、レーストラックの下をくぐるユニークなトンネルピットレーンの出口。テレビに見たのと同じだと無駄に写真を撮りまくりました。さらにピットウォークの入り口では水を配布してくれるサービスも。日差しが強く毎日30度超えだったのでありがたかったな。ちなみにアブダビ GP の手荷物検査はとっても厳しく、空港の検査のみ。ペットボトルも蓋が開いているものは没収されたので持っていく際は要注意です。両親はライターも没収されていました。ドライバーサイン会で幸せの絶頂に。私が海外観戦で一番重要視しているのがドライバーに会えるかどうか。アブダビ GP のサイン会は毎日、しかも並べば必ずもらえるという方式だったので条件クリアです。今回のスケジュールは木曜日、ルノー、マクラーレン、メルセデス、フェラーリ、金曜日、レッドブル、ウィリアムズ、土曜日、トロロッソ、ハース、日曜日、フォースインディア、ザウバー。スケジュールはヤスマリーナサーキットオフィシャル SNS で水曜日に発表されました。場所はファンゾーンで行われ、ステージ前に用意された柵に並ぶとそこにドライバーが来てくれるというもの。
2列目からでも手を伸ばせばサインをもらうことができますが、ドライバーと写真が撮りたいという方は最前列がおすすめです。人気ドライバーのいるチーム、マクラーレン、フェラーリ、メルセデスは1時間半前くらいから人が集まりだし、あっという間に列は何重にも膨れ上がりました。他のチームは30分前に行っても端の方なら最前列をゲットできましたが、サイン会前にステージ上で行われるトークセッションを目の前で見たいという方はもう少し早めに待機しておいた方がいいかも。大人気だったフェラーリ、ドライバーが目の前に来ると後ろから容赦なく手が伸びてきて、まともにドライバーの顔が見られません。その様子を見たセバスチャン・ベッテルは押すな押すなと注意してくれて感動。アイスマンことキミ・ライコネンは母の手作りフラッグにもうサイン書いてるじゃんと笑いながら、その隣にもう一度サインを書いてくれ、またまた感動。二人の優しさを感じた瞬間でした。現役最強と呼ばれ誰もが引退を惜しんだフェルナンド・アロンソ・マクラーレン、オーラが違います。トークセッション中、ファンからもらったという木のおもちゃをくるくる回して遊んでいたかと思えば、すごい音がするんだよと司会者のマイクを取り、おもちゃにマイクを向けるアロンソ様。走りだけでなく、このお茶目な性格もまた好きなんだよなぁとしんみりしちゃいました。金曜日以外、その理由はまた後日レポートしますは、毎日サイン会に参加しドライバーとの交流を楽しむことができました。やっぱり F1 ドライバーって最高にかっこいい。待ち時間も楽しいアブダビ GP。 私が購入した席はマリーナグランドスタンド。サイン会の行われるファンゾーンから距離がありますが、無料シャトルバスが随時走行しているので移動も楽々です。スタンドについて驚いたのがその綺麗さ。どのスタンドも観光地の建造物のような作りで、サーキットにいる感じがしませんでした。またスタンド内には飲食店やトイレもたくさんあり、快適に過ごすことができましたよ。海外グランプリに行くといつも思うのですが、待ち時間が楽しい。各エリアのステージではライブを行っていたり、あらゆるところにパフォーマーが出現してお客さんを飽きさせない、いやむしろ楽しませてくれるんです。そして何より感動したのがトワイライトレース。同じ景色なのに1時間後には全く違う世界が目の前に広がり、一度で二度おいしい、なんだか得した気持ちになりました。地元の人も優しく、全てが最高。またまた絶対に行きたい、大好きなグランプリです。